や、こちらですね。ですね、今5時9分ですね。ってことでね、今日はメインの筆箱紹介します。斜めはね、こんな感じです。はい、で、これはまあ模様、これはつなげてあります。これはほんと見た目で買いました。ボリューム。2週間ぐらいで買いました。ジョットコアライン。ジョットコアラインじゃないですか。ジョットコアラインの XA です。ブラックです。はい、かっこいいです。今はね、兼ね備えてますね。万年筆っぽいんで、本当に万年筆が経理ってついてるだけあって、はい、次がロットリングアプリカです。いや、これは書きやすいっていうよりかは、この機能面で収納するみたいな感じのかっこいいなと思って買いました。書きやすさはあんま好きじゃないです。これはね、前にも出てきましたね。ちょっと怖い。もう時間やばいんで、本当に。早く紹介しますね。雑になるかもしれませんけど。すいません、本当に。スマッシュ。これは、色がいいかなと思って買いました。書きやすいっちゅう書きやすいです。最近使ってないですね。アインの、0.5 です。HB です、はい。無印良品の消しゴムブラシ、ブラックですね。行きたい目行きましょう。今回ですね、数学のね、塾の宿でやっていきたいと思います。引きタイムで使うのは、ロディア行きましょう。行きます。ああ、ちょっと映っちゃった。ごめんなさい。
本当に時間やばいんで、もう早く寝たいなと思って、もう。これ多分これ6時に寝ちゃうかも。これ6時に寝ないとやばい、これ。本当にやばいよ、もう。あのね、もう生活習慣やばいもん、今。もうね、もういや、ごめんなさい。早くやんないと死にます、今日。
終わりました。塾のね、宿題がやっと終わりました、本当に。もうね、やばいっす、マジで。もう結構急いでんで、これ。時間やばいんで、今。もうやばすぎ、今の時間。5時半だよ、今、朝の。どういう生活してんのって話ね。1日3本動画上げたんでね、ショート。ショートとね。やばくないですか、普通に。ちょっと急いでます。急いでます、マジで。本当にやばいっす。これサムネも早く撮んないと今日6時に行こう。結構いい動画撮れてると思う、正直。撮れてないけどね、全然いい動画。ペンの量多いな。で、次回はね、番外編の僕が持ってるペン、筆箱紹介以外のもの、紹介してみたっていう動画をね、撮ろうと思うので、よろしくお願いします。はい。よかったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。あと、通知音かな？お願いします。はい。本当に、時間が終わってます。本当に時間が終わってます。はい、やばいです。もうね、テレビ番組やってるもん、今。もうやば。本当に、マキですね、今。こんな、やばいし、初めてだよね。もう、本当に、そうだよね。あとね、紹介してなかったんですけど、アルミウッドジョッキも一応持ってます。これシーサーのコラボじゃないんで、すいませんね、本当に。最悪です、最悪。本当に時間が。こういう感じですね。ありがとうございました。